池田純は、日本の実業家。株式会社、DNA 出向役員。プロ野球横浜 DNA ベイスターズ、初代代表取締役社長。有限会社プラス J オーナー。日本プロサッカーリーグ特任理事。株式会社、大戸屋ホールディングス社外取締役。株式会社リブセンス社外取締役。ナンバースポーツビジネスカレッジ発起人。 クラフトビール、ウィークエンドジャーニー発起人、スポーツ調査によ、埼玉スポーツコミッション会長、B3 リーグ埼玉ブロンコスオーナー兼取締役、1976年1月23日、北海道出身、小学校3年生時に、北海道から神奈川県横浜市と近くへ転居、横浜市立泉屋小学校、横浜市立泉野中学校と、 横浜市の小中学校を卒業。小学校6年生の時には水泳で、ジュニアオリンピックに出場するほどであったという。神奈川県立鎌倉高等学校を経て、早稲田大学卒業。大学卒業後は、住友商事、白歩道と二度転職を経験した後、2007年1月に DNA に入社。2009年4月に執行役員。 マーケティングコミュニケーション室長に就任。その後、2010年4月1日に、NTT ドコモと DNA との合弁会社である、エブリスタの代表取締役社長に就任。2011年12月2日、東京放送ホールディングスが所有していた、プロ野球球団、横浜ベイスターズを DNA が買収したことに、伴い、同球団代表取締役社長に就任した。 太陽ホエールズ時代からのファンであり、DNA が球界参入を決定する以前から志願しての就任であったという。球団社長就任時点では35歳で当時、NPB12 球団で最年少の球団社長であった。球団社長に就任する直前、ベイスターズは球場の稼働率が50%を切り20億円を超える赤字を生じていたが、 初年度から球場を訪れる観客の傾向を探り、集客のための様々なイベントを企画するなど、社内改革に着手。さらに2016年には、ホームスタジアムである横浜スタジアムの運営会社を、株式公開買い付けで球団の参加に収めて、球団の収益力を上げ、5年間でスタジアムの稼働率を90%以上に上げ、黒字転換を達成するまでに、 観客動員を増やして、球団初のクライマックスシリーズ進出をおかげで支えた。2016年10月16日に行われた、取締役会において、人気満了に伴う同日限りでの退任が決まり、球団を離れることとなった。後任は、取締役の岡村慎吾が就任する。同年12月13日付で、日本プロサッカーリーグの特任理事に就任した。 2017年4月、日本ラグビーフットボール協会特任理事に就任。同年8月、川崎ブレイブサンダースを有効的買収する報道が出る。同年11月、一般社団法人ジャパン SRCBO に就任。2020年3月7日、B3 リーグに所属する埼玉ブロンコスのオーナー兼取締役に就任することが発表された。 ユアタイムマイナススタジオインタビューゲストありがとうございます。